渡辺です。今日はですね、自分の車のシトロエンドゥーシブーのエンジンの再起動をやってみようと思ってます。エンジンがですね、エンジンというか車自体がもう数ヶ月、起動してないんで、バッテリーがもう上がっちゃってると思うんですよ。なのでそれを確かめて、再起動するようにしてエンジンかけたいと思います。バッテリーが上がっちゃったので今充電しています。近くで工事をやっているので結構音がしますけど、充電の時間がですね結構かかりそうです。今の状況だと、多分 5,6 時間かかるのかな、そんな感じです。それではシトロエンのエンジンをかけてみます。まずこれね、チョークを引きます。まあ8倍ぐらいでいいかなぐらい引いておきます。次、キーに差し込みます。はい、これがつきました。エクステンプね、これついたっていうことはバッテリーが、はい、動いてます。はい、ETC 使ってます。そしてここにこの奥なんですが、あった燃料ポンプ、このスイッチがあります。燃料ポンプ、これ上で、キースターターと一緒、下に入ると単独で燃料ポンプが動きます。今燃料ポンプが動いて燃料を送っています。はい、送りました。一応その状態で、はい、キーを回してみます。はい、エンジンがかかりました。はい、今タコメーターが1000回転ですね。1000回転で今エンジンがかかりましたので、燃料ポンプのスイッチを中央に戻します。戻しました。はい、これで燃料ポンプ切りました。はい、一応エンジンがかかっております。現状ではですね、よいしょ、かけました。今こういう感じで、補助充電器を使ってバッテリーを、動かしつつエンジンをかけたということです。いい感じで、少し、チョークを戻します。はい、これでアイドリングです。一応アイドリングに戻りました。これがウインカーです。これね、ここを持ってるのはですね、このプラスチックがすごい割れやすいんですよ。こういうふうにやってもできるんですけど、こうやってもできるんですけど、あとちょっと今分かると思うんですけど、右がちょっと入りにくいんですよね。もうこういうのが癖になっちゃってるんで。で、それから、これがブレーキランプチェックっていうか、これブレーキのオイルラインですね。ブレーキのオイルラインのチェックです。これ OK っていうことですね。これ本当に確認しておいた方が良くて、何度かここを押してつかなくて慌ててブレーキフールドを足したことがあります。それからこれ回転計は後付けで、前のオーナーの人もつけてくれてます。あとここにもデジタル時計があるんですけど、これもまあ前のオーナーがつけたものです。一応つけてみますと、一応こういう感じでつくんですけど 24.0 と、
という感じで一応つきます。ただバックアップしてないので時計はいい加減ですね。バッテリーの方も一応少し、針はやや下に下がってますが、見た目は今あの自動充電器をつけてるんで、結構充電されているように針は回ってますけど、実際は多分外すとまだここまでいかないと思います。ちょっと換気しようかな。換気します。換気するときはね、ここを開けるんですよ。ここ開けるとですね、今開いてきました、開きました。これでフロントから空気が入ってきます。まあ、エンジン自体は快調ですね。あとバッテリーがちゃんと充填されれば今日の作業は終了です。